こんにちは、中央大学の黒木です。本日はこちらの研究タイトルについて発表します。よろしくお願いします。地球温暖化の進行が深刻化しています。温暖化の原因物質といわれる CO2 の排出量を削減するべく、各国が様々な取り組みをしています。しかし2018年、世界のエネルギー関連の CO2 排出量は過去最高の 33.1GW に達し、排出される CO2 量は増加ビットをたどっています。我々が豊かな生活を送るためには、CO2 の排出が避けられないのが現状です。そこで私は、現在の生活水準を維持、もしくは向上させつつ温暖化を食い止めたいというモチベーションでこの研究を始めました。大気中に排出される CO2 を削減する一つの方法として、CO2 を吸収する液体を利用する方法があります。例えば炭酸飲料には炭酸ガス、つまり CO2 が閉じ込められています。このように私たちの身の回りにはCO2 を回収できる液体が多く存在します。より多くの CO2 を吸収できる新しい液体材料を提案することができれば、生活水準を維持しつつ温暖化を食い止められると考えました。本研究で注目した液体はイオン液体です。イオン液体とは、陽イオンと陰イオンのみで構成される液体です。小さなイオン同士を組み合わせると、例えば食塩のように固体になりますが、比較的大きなサイズ感のイオンを組み合わせると、常温で溶けた塩を作り出すことができます。このような陽イオンと陰イオンで組み合わせ、陽イオンと陰イオンの組み合わせで構成されるイオン液体を、K の単位で存在します。この中からより良い CO2 吸収剤になり得るものを見つけるには、どのようにしたらよいでしょうか。これまでイオン液体の物性探索は、液体を合成し、その物性を測定するという化学実験により行われていました。この合成測定というプロセスには、数ヶ月単位の時間を必要とします。したがって、イオン液体の登場以来、20年経つにもかかわらず、現在イオン液体データベースに登録されているものは、わずか数千種類のみです。また、測定機器や実験条件を統一した化学実験を行うことは困難です。そのため、CO2 吸収量の多いイオン液体を、従来のイオン液体データベースから機械学習し、予測することは困難でした。そこで私は、イオン液体の物性は、その構成要素である、陽イオン、陰イオンの物性に支配されているという事実に着目しました。イオン液体は陽イオンと陰イオンが静電的な相互作用で引き付け合うことで液体として安定に存在します。したがって化学実験では陽イオン、陰イオンどちらか片方のみを安定に取り出し、その物性を測定することはできません。一方、物理化学シミュレーションを用いると陽イオン、陰イオンを別々に計算することができます。本研究では、化学実験結果をよく再現することができる密度反関数計算を使用し、陽イオン6615種類、陰イオン1025種類についてデータベースを作成しました。これらのデータベースを組み合わせることで、イオン液体としては600万種類以上考えられるようになりました。これまでの悪態研究で、陽イオン、陰イオンの体積や分子量、電荷分布の偏りを特徴量とし、CO2 吸収量を予測するための機械学習モデルを作成しました。作成したモデルを応用することで、従来報告されてきたイオン液体より CO2 吸収量が多いものを迅速に見つけることができました。しかし、イオン液体を CO2 吸収剤として実用化するには、その吸収量だけで液体の良し悪しを判断するべきではありません。すなわち、排気ガスからの 分離性やガス分子の拡散性の調査も必要となります。この2つの課題の達成を目標に2年間の加速フェーズ研究に挑みました。2年間の研究で得られた成果はこちらの3つです。1つ目に、さらなる
CO2 吸収性の向上を狙い、イオン液体同士を混合するシミュレーションを行いました。混合により陽イオン・陰イオンの間に働く強い静電相互作用を弱めることができれば、イオン液体中にある分子同士の隙間が大きくなり、CO2 を多く吸収することができるようになります。本研究により、混合するイオン液体を形成する陰イオンの電荷分布を制御することが重要だと分かりました。2つ目に、CO2 を排気ガスから分離回収することのできるイオン液体を機械学習により探索しました。なるべく純粋に CO2 を回収することができれば、その CO2 は資源として活用することができます。今回は燃焼排ガスの主要成分15種類について検討し、優れたイオン液体を実験科学者に提案しました。3つ目に、高圧条件における分子の拡散性の評価が可能な物理化学シミュレーション法を開発し提案しました。回収された CO2 を資源として活用するには、臨界温度、圧力を超えた領域にある超臨界状態にすることが必要です。またイオン液体への CO2 の吸収速度を評価するときにも、高圧条件で適用可能な分子シミュレーション法の開発が必須課題でした。本研究により、高圧条件における流体のナノ秒オーダーの第一原理分子シミュレーションに世界で初めて成功しました。このプレゼンテーションではこちらの成果についてお話しします。残りの2つについてはポスターの方で詳しく発表したいと思います。まず、陽イオン、陰イオンの気化構造、電荷分布をそれぞれ特徴量として、硫化水素 H2S および CO2 の吸収性を回帰した結果を示します。縦軸、横軸はそれぞれ機械学習の予測結果と物理化学シミュレーションの計算値です。プロットが対角線上に集まるほど予測性能が高いことを意味します。丸1と丸2の比較より、 H2S の場合はイオンの電荷分布が、CO2 の場合は気化構造がより重要であることがわかります。これは H2S は折れ曲がった構造を持っており、分子が永久相互所モーメントを持つので、イオンと比較的強い静電相互作用を形成する一方、 CO2 は無極性分子であるためだと解釈することができます。さらに、イオンの気化構造、電荷分布の特徴量を共に用いて、H2S および CO2 の吸収性を回帰した ③ の結果は、1と ② よりも高い予測精度を示しました。この結果より、ガス吸収性を高精度に評価するには、H2S のサイズや CO2 の四極子相互作用を考慮することも重要だと分かりました。他の13種類のガスについても、イオン液体に対する吸収性を予測するモデルを作成しました。機械学習の結果、排ガスからの分離回収性に優れると予測されたイオン液体について、検証実験を行いました。これまで CO2 溶解性が高いと言われてきたイオン液体は、こちらに示したような分子構造をしています。今回はこのイオン液体と、新たに予測されたイオン液体を合成し、CO2 溶解性を測定しました。こちらのグラフは、縦軸に圧力を取り、横軸にその圧力で吸収された CO2 量を示しています。CO2 溶解性に優れると報告されてきたイオン液体を超えるものが、本研究の機械学習により見つかりました。K の単位で存在するイオン液体から CO2 吸収性に優れるものを化学実験だけで迅速に提案することは困難です。一方、機械学習を援用することにより、目的のイオン液体を狙って見つけることが本研究によりできるようになりました。加速フェーズで得られた3つの研究成果は全てオープンアクセスで論文が公開され、論文の表紙にも採択されました。CO2 回収剤としてイオン液体を実用化することを目標に、今後も研究を続けていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。